唐突だが家の中に来歴不明のものがありはしないだろうか我が家にはかつて陶製の鳥の置物があった全体的に茶色っぽく一部に赤や緑が使われていたような気がする鳩にも鶏にも見える謎の鳥だった先日その由来が分かった 老人が言うには、筆者の祖父母が1970年の大阪万博を観覧した時の土産というどこかは覚えていないが外国の品だったはずだと山形の寒村でつましい暮らしを長く続けてきた高齢夫婦にとって最初で最後の遠方への旅だったようだ半世紀前の大阪万博は アメリカアポロ計画で採取された月の石や旧ソ連の人工衛星異形の太陽の塔などが人気を呼んだ高度経済成長期で国民が明るい未来を信じていた時代約6,400万人もの来場者の中には一生の記念にと地方から出向いた人も多かっただろう 2025年大阪・関西万博は海外パビリオンの建設が遅れているほか資材価格の高騰などで会場建設費の上振れが避けられないという警備費200億円が新たに加わり国民負担が膨らむとも伝わる地方を巻き込む熱狂の再現がなるかどうか今はまだ 予兆を感じない。